Fanuki is going to talk about Hiroshima and Nagasaki, the role of Christianity in post-atomic Japan. Okay. こんにちは。私はエミリー・ファヌーキと申します。私のキャプストーンは原爆後の広島、長崎、キリスト教の役割についてです。どうぞよろしくお願いいたします。この発表にあたり、まずはじめに概要を簡単に説明してから研究報告に移りたいと思います。最初に研究質問、それから研究の重要性、研究背景、私が行った研究結果を発表します。これが私の研究質問です。1. 原爆直後の原爆に対する日本人キリスト教信仰者の反応はどのようなものであったか。 2.原爆に対する世界のキリスト教信仰者の反応はどうであったか。3.1945年から現在に至るまでその反応はどう続いているか。ではここで研究の重要性を説明したいと思います。私は日本に行った時に様々なカトリック教会を訪れ、特に長崎の教会が印象に残りました。私はキリスト教信者なので、日本におけるキリスト教の歴史、特に長崎を中心としたものに関心を持っていました。その関心をさらに探求したいと思い、このテーマを選びました。まず最初にキリスト教の基本を説明します。最も大切な教えに次回の2つがあります。1つ目、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。2つ目、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。次に、日本におけるキリスト教の歴史について説明します。1549年に、聖フランシスコ・ザビエルは福音を教えるために九州に来ました。38年後、イエズス会の伝道師は日本から追放されました。それはキリスト教迫害の始まりでした。しかし、1600年に日本人のキリスト教信者は30万人に達していました。1614年には徳川家康はキリスト教を禁止しました。その後、キリスト教信者を追放し、従わなかった者を殺しました。1873年には明治時代の改新は信仰の自由のために強化されました。しかし、太平洋の戦争が理由で、キリスト教は低迷しました。1600年から日本中にキリスト教信者がいました。特に長崎の浦上は日本の他の地域より長いキリスト教の歴史があるので、浦上におけるキリスト教の歴史を説明します。1597年には、26人のキリスト教信者が貼り付けにされました。その3年後、迫害が始まりました。キリスト教信者にイエスや聖母マリアの絵を踏ませるという踏み絵、が頻繁に行われました。1865年には、大浦天主堂で隠れキリシタンがプチジャン神父に自分たちの信仰心を伝えました。
10年後、彼らは明治時代に厳しい迫害に遭いましたが、外国の力が明治天皇にキリスト教の禁止を廃止させました。その後、踏江の丘に浦上天主堂建設を始めました。次に、太平洋戦争について説明します。アメリカは日本の軍に中国からの撤退を要請しました。しかし、日本に真珠湾を攻撃しました。戦争中は西洋文明の慣習が疑われました。日本を降伏させるためにアメリカは原子爆弾を使うことに決めました。1945年8月6日、午前8時15分にエノラゲイという軍用機が広島にウラン原子爆弾を落としました。死亡者の数は約13万人でした。1945年8月9日、午前11時に2分にボックスカーという軍用機が長崎にプルトニウムの原子爆弾を落としました。死亡者の数は約7万人でした。次に原爆の被害段階を説明したいと思います。一つ目は熱放射です。二つ目は衝撃波。三つ目は多くの被害。四つ目は放射です。次のスライドには衝撃の強い画像が含まれています。ご注意ください。被爆者という言葉を説明します。被爆者の中には三つのグループがあります。爆撃の時に広島、長崎にいた人と、爆撃のすぐ後に広島、長崎を訪れて、放射を浴びた人と、爆撃の時に母親の体内にいた人がいます。もう一度ご注意ください。被爆者は様々な負傷に苦しんでいました。熱放射は線香やけどやケロイドを起こしました。放射は放射線病や流産や死産、突然変異を起こさせました。放射線病は白血病の原因になりました。次に、戦争の終結について説明したいと思います。戦争では約250万人の日本人が亡くなりました。では、早速研究結果を見ていきましょう。日本人キリスト教信者の反応は、評価したとき、私は個人の反応を注目しました。広島の谷本清牧師は、広島乙女という計画をはじめ、傷ついた女性に整形外科の治療を受けられるように努力をして、また広島平和記念資料館を設立しました。そして、繰り返しアメリカに行き、被爆者のために資金を集め、そのお金を援助金としました。次は、広島の佐々木敏子です。原爆による怪我で苦しんでいた彼女は、見舞いに来た新婦の言葉に救われました。新婦の説明で回収することを決めました。その後で彼女は修道場になりました。キリスト教の孤児院で、また老人ホームでも働きました。長崎の
永井隆史博士は、原爆直後に長崎の病院に来た被爆者を治療して復興の努力をした後に寝たきりの生活になりました。その後、生涯をかけて長崎のことを考え、自分の経験を書き続けました。長崎の鐘という本は、原爆後の長崎の状況を説明した初めての本でした。長崎の森内松は原爆の時に59歳でした。負傷しているにもかかわらず、休みなしに姪と姪の子供たちの世話をしました。原爆直後に自分のことだけを考えたことによる罪悪感に苦しめられました。長崎の今村雅子は原爆の時に16歳でした。戦争中、満州に住んでいて、日本に戻ってみると、ふるさとである長崎が破壊されていました。彼女は、長崎の再建は神聖で、神様の愛の摂理の表れだと信じました。高山康介は、東京の教授者で、戦争中に洗礼を受けました。そして、キリスト教は他のすべての宗教と同じように、暴力に訴える宗教だと信じました。この図には、日本人のキリスト教信者の努力をまとめてみました。これらの人々は、さまざまな活動をし、特に犠牲者の身体的な治療に努力を払いました。世界のキリスト教信者の反応は、日本人の反応とは少し異なりました。もう一度、個人の反応に注目しました。ペドロ・アルペはイエズス会の神父です。原爆の時に広島の郊外にいたので、すぐに救援に行くことができませんでした。祈りも復興の努力も同等に重要だと考えました。原爆の道徳性については深く考えませんでした。ヴィルヘルム・クラインソルゲ神父は原爆の時に広島にいました。自分が負傷しているにもかかわらず、被爆者に水を与えて助けました。そして、放射線病にかかりましたが、説教を続け、被爆者を援助し続けました。日本の国民になって、名前を高倉誠に改めました。ローマ法王パウロ6世 にはよく平和について話しました。兵器や武器は広島のような悲劇を生み出すだけなので、その使用をやめ、平和をもって争いを解決すべきだと考えました。平和の促進や維持のためにも、兵器は必要だという考えに反論し、本当の平和のために協力し合うことが必要だと人々に説きました。フルトン・シーン大司教はラジオ放送で、広島への原爆投下はイエス・キリストの貼り付け以来の世界最悪の日、と言いました。この図には、外国のキリスト教信者の努力をまとめました。個人によって様々な反応がありました。
被爆者の反応は人々を助けました。しかし、他の国に住んでいたキリスト教信者は被爆者を助けませんでした。最後に、1945年から現在に至るまで、キリスト教信者が言った努力について説明したいと思います。原爆直後から10年後までに、どのような活動が行われたかを調べました。1981年から大きな変化が起こりました。原爆直後は、孤児院はとても重要な存在でした。広島でキリスト教信者は、光の手ローマカトリック孤児院を、長崎で聖母マリアの騎士団というキリスト教の組織は、孤児院を設立しました。原爆の10年後には、谷本牧師は、原爆により顔に傷が残った女性たちを助ける計画を考え出しました。アメリカで傷の整形外科手術を受けさせました。アメリカのキリスト教信者は女性たちのホストファミリーとなりました。この計画はアメリカが原爆に対し償うことも含まれています。しかし、長崎で行われた同様の計画は失敗しました。長崎のキリスト教信者は迫害された歴史を持つからか、あまり多くを語りません。1981年にはローマ法王ヨハネ・パウロ2世は長崎を訪問しました。この訪問によって長崎のキリスト教信者は行動を起こします。2010年という原爆の65周年記念日には大きな動きがありました。昨年の2月には広島と長崎の司教たちは永久に原子力兵器を禁止することを嘆願し、特にアメリカに対して兵器を減らすための努力を始めるように促しました。5月には核拡散防止条約の2010年再検討会議で兵器禁止の嘆願について話し合いました。1ヶ月後に原爆により損傷した聖母マリアの像はローマ法王に祝福されてヨーロッパとアメリカに展示されました。原爆に関する遺品がアメリカへ来たのはこれが初めてです。まず、原爆直後は被爆者の身体的な治療と精神的なケアに努力を払いました。今日の努力は広島と長崎の悲劇を語ることで、世界中に平和を促進し、原子力兵器を禁止することに焦点を合わせています。最後に結論について話したいと思います。日本人キリスト教信者の反応は一般的に前向きでした。外国人のキリスト教信者の反応は2つに分かれました。当時広島に住んでいたキリスト教信者は原爆の道徳性を議論しませんでしたが、広島以外に住んでいた人は原爆は
悪だと判断しました。外国人のキリスト教信者は原爆が不当だと主張しましたが、日本に対して具体的な救助をしませんでした。現在のキリスト教信者は1945年のキリスト教信者より平和のために活動的であるということも分かりました。これが私の参考文献です。参考文献。斉藤先生と関根先生、いろいろとお世話になりました。これで発表を終わります。ありがとうございました。I can't remember why I don't know what the abbreviation FR stands for. I'm using Friar. Oh, Father. Oh, Father, sorry. That's okay. Father Arupe said that he said that he did not consider the morality of the bomb, that it was what it was. Does that, like, I'm not quite sure I understand what that implies. A lot of Christians are very quick to decide whether the bomb is right or wrong. You go on any internet forum and just type in Hiroshima and it'll be split in two. People justifying it, people saying it's unjustifiable. He was there in Hiroshima when it happened and he just said, it's war, whatever. Literally just said that. And he figured that as long as the people were fighting, he had no right to say whether it was right or wrong.So, okay. Yes? Okay. So, just so I can clarify, what you're saying that what's important isn't necessarily dwelling on what the bomb is, but the fact that it happened? Sort of. I believe it's unjustifiable, but we can't go back in time to change it. What we need to do now, and what most Christians are doing now, is we need to work to prevent it ever happening again.There will never be another Hiroshima or another Nagasaki, God willing. Any other questions? Yes. I know there are some people who believe that we need nuclear weapon as a deterrent. Deterrent, yeah. Mm-hmm. What is your opinion about that fact? It's difficult. My opinion, I think we should get rid of them, but I don't think America should get rid of theirs until North Korea does first, because I'm afraid of North Korea. So, yes. Okay, so the Hiroshima Maiden Project, that was Hiroshima, they started in Hiroshima first, right? And they tried to do the same type of things for the women who had scars on their face because of the A-bomb. But it was not successful in Nagasaki. Yes. Why do you think it was successful in Hiroshima, but the Nobel Prize-winning women, you know, women in Nagasaki wanted to have plastic surgery in Nagasaki? I think it wasn't so much that they didn't want to have it, but the funding fell through.I see. So, because there was another man, because Tanimoto Kiyoshi, Reverend Tanimoto, was the one who started the Hiroshima Project in Hiroshima, and the person in Nagasaki who tried to imitate him, he couldn't get the money together, so the project didn't happen. Okay, anybody else wants to ask Emily a question? No? Okay, thank you very much.